明日、会社で、あの、カラオケ部のはキックオフがあるんですけど、すごい、あの僕はもう、<laughs> ものすごく楽しみでございます。え急に始まったのそれ。全然知らなかったよ。<laughs> いきなり始まったの,そのカラオケ部っていう,う。いや、いやなんか、活動が。あの、自分がやってるわけじゃなくて、あの、<laughs> やってそうですけど、あの、 2週間前になんかあの偉い人の一人がこうカラオケ好きで自分は知らなかったんですけど、うん、カラオケ好きでなんか興味悪い人いるみたいなつ、まあ、あのゆうるぼかけたら結構、うん、やりたいですって言われ結構カラオケ好き潜伏してた子でカラオケ好き全員出てみたいなあみんな好きだったんだ、うん、みたいな自分もその,その中の一人なんですけど。うん で、あの、そのキックオフがちょうど明日。その仕事終わったらみんなでなんかカラオケ行こうみたいな。15人でパーティールームみたいな、あるまで、あ、でっかい方,<ー>方の,そのカラオケの部屋を借りてやるんですけど。で、自分もちゃんと役割があって、あの、はい。 前に言ってたっけ、なんかジュンス、純粋、招き猫っていうカラオケのチェーンにめっちゃ行ってるっていう、あそこの、普通にいくつ会員に,ならな,にならないといけないんですけど、うん、無料の。ですけど、うん、その、一定以上通ったら、なんか、ブロンズ、シルバー、ゴールドみたいな、なんか、会員レベルがあってで、自分があの一番上持ってるっていう。うん で、そこ、その、範囲レベルによって、あの、どのぐらいの割引がもらえるかみたいなのが決まるんで、その一番上が、その30%オフなんですよ。うん、その合計の回答ああ、そうだね。そうそう何、はい何や。何飲んでも何食べても、どのぐらいいても,もう全部も十30%オフだからみたいな。じゃアレクさんだけじゃなくて、そのアレックさんのグループ全員が。グループ全員が。そう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 ,そう。へえ、すごいね、それは。 だから一人で行くと、例えば夜とか行くと、あの、前はもうゼロ、もう何も割引なしだったら、うん、まあ高い方で言うと、なんか全然2000、3000とかいたんですけど、はいはい。まあそこが、まあ、3000だったら2000になったりとか。<う>普通になんかあの結構割引になるんじゃないですか。そうだね。最高ランクだからね。そう。で、そこを、例えば、住人で行って、 それが3万だとしてそれが2万になるわけだから結構とんでもないこう割引になるじゃないですか、うん、そうだねだから今回そこを、うん、あのあのようやく使えなんか大人数で使えるようになってそういうこうなんか頑張ったん頑張った回があったなっていうこう <laughs> ようやくう <laughs> それ,それ,そ,れそれが何アレックサの役割なの自分役割がそれを提示する人です <laughs>、ねね <laughs> 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 それ以外にあんまやってない。他のなんかそう食べ物を頼んだりとかあの予約をしたりとかもいろいろ他の役割あったんですけど。すごいなんかちゃんとしてるね。自分、そうなんかみんながすごいこう。それは何職業柄そうなっちゃうのみんな。プログラマーってそういう生き物なのそれ,それあるかもしれんない。みんなえプログラマーじゃないよ。あの多分大体いるのがなんか あの人事,の,の,人事の,の方とかがその予約をしたりでそこが得意なところを結構みんなやってるっていうビジネス営業の方がなんか食べ物の方を頼んだりしてその <laughs> 一番偉い人がその,その部長みたいな。みんなが自然とそういう,こう役割にこう行くっていうのがあって、えー、で自分がその、えー、もう数人的なところをいい感じにカバ,カバーするというか、安くするっていうのがあって、じゃあそのメンバーで行くのは初めてなので、ね、じゃあ今までさ飲み会に行って、 でその後にカラオケって、うん、この間もあったじゃないですか、ね、朝5時までみたいなあったじゃないですかあ,あれとはまた違うのねメンバーもそうだねまあ何かかぶってるメンバーは全然いるんですけどその、うん、多分多分参加者の中での多くは一緒にこう立ったことはない一緒にそういう,こう飲み飲みにも行ったことない人も多いんで<ー>なんか まあやっぱこう新鮮ですね。そう、新鮮。で、カラオケのなんか、カラオケめっちゃ行ってる人の醍醐味が、あのカラオケ一緒にいたことない人とう歌うことなんですよ。あそううのなぜかっていうと、自分のおはことかも知られてないから、それもう一回堂々と歌えるっていうことなんですよ。あ<ー> <laughs> いつも言ってるメンバー ああそう、ね。う毎回軽くいくと、ちょっとこう、あ,うねうん、あの、いろいろこう、アレンジしないといけないじゃないですか、そう。おもしくするために,に、ね。はい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 、はい。だから、新しい人だったら、もう。思う存分ね。何を歌っても新しいわけですから。そう,そうそう。その通りです。楽しみなーって。そうか、15人って、すごいね。うん、あんまそういう人数で行ったことない。多分なんか、 もう <laughs> 一周したらもう終わりみたいな感じじゃないかも、時間的に <laughs>。そうですよね。十人3分ごとに行ったらもう30分だから。しかもだって、ねカラオケ部である以上、みんな歌いたいわけじゃないですか。その付き合いのカラオケだったらね、一、うん、人二人歌わない人いると思うんですけど、うん、聞くだけの人ね。そうそ、ん、うそ、ん、うそう。大体みんなは歌いたい派。歌いたい人たちでもね。そうだね。うん だからう、まあ、だから多分そこはもうみんな一緒にみんなが知ってるやつを歌うことが多,いとか、ね、多くなるかなと思うんだけど。ああ、そういうことね。そこでじゃあ、アレクさん。うんう。そういう歌じゃなくて、まあ、そういう歌じゃなくて、もうアレクさん、一人で静かにこう、聴いてください、みたいな。聴いてくださいって。<laughs> ライうございますきくみたいな,たいな <laughs> 踊らない、騒がない、何も言わない、食べない、いいなスマホ見ない、黙って聞いてくださいみたいな。<laughs> お、やらずに、あの、沼沼絵を歌おうかな、とは思います。あーあれね。<laughs> あれはもうあれ、でも、そうなんだよね。あの な若い人たちはんま知らないんだってね。そうだね。なんか、若い。だって、アレクサも知らなかったでしょ、あれ。いや、俺知ってるよ。あルーマニアの曲だからさ。知ってたの知ってた、知ってた。もう普通に、この時もずからずっと聞いてたからさ、あれ。<laughs> ルーマニアだから、それもルーマニアのもう誇りなんよ。<laughs> あれ、ルーマニア語でしょ語、そう。だから。意味あるんでしょ、あ,<の>あれ、全部。あ、そう、すごい、あの、ストーカーの話。 ストーカー目線からの話なんだよね。あ、そうなのそう、なんか愛してくれみたいな,な,な感じで歌ってるけど。そうそうそう、すごいあの不気味なんよあのよ。ルーマニア語知ってると。<laughs> あの愛してくれみたいな。えって、見たでしょあの曲のいじられ方、ネット上でのいじられ方。あ、そうそう,そう,そう,そう。好きやとつけられて。勝手にカタカナの歌詞つけられて。<laughs> いや、めっちゃ面白いあれ。あれがすごい,強いす。になっっちゃって。<laughs> あ、じゃあ、あの、沼沼家も意味があるのあの歌詞。えっとね、ぬまじゃないの、そもそも。ぬまでではないですね。うん。あの、<ー>ぬ、ぬまい。まあ、その、その、発音が一緒ですね。なんですけど、ぬは、ノーって意味だよね。へえ。ー。えー、ぬまい、え、え。 っていうんだったら、あの、えー、もういないみたいな。はあ、って意味かなあの、はあ、だから、好きだったんだけど、はあ、もういないみたいな。ああ、そういうことね<ー>え。結構悲しいんですね、<う>じゃあ、あれ。でもストッカーだから、あんまり悲しくは感じないんだけど。ダンスしてる場合じゃないじゃん。 <laughs> あのダンスすごいよねすごいこうなんか活発的にやってるんだよね、うん、<う>本当にはやったからねあの曲、うん、ねね急に流行るんですよなんかルーマニア語の曲とかなんかノルウェー語の曲とか急に流行るんですよ日本で何、ね、<の>でだろうねどこから拾ってるんだかのかな <laughs> なんなんだろうねその空耳あ<ー>そのあールーマニア語が、ね、日本語のなんか日本語風に聞こえるから うん、面白がって、そこにカタカナつけて、今だと YouTube とかがあるから、それで聞いて、あ、うん、確かにそうだねってなって、うん。流行る。うん日本、ね、なんか他の。結構日本語ってそういう感じじゃん。あるよね。あの、なんか、マルーンファイブのシュガーとか、そういう空耳バージョンとか。全,全部あるよ全部あるよ, <laughs> 全部あるよね。よ割とできるよ。本当にその。 カタカナにしちゃえば、ね。何でもいけちゃうけど。何でもできる。ね、何でもできる。強いよね。もう万能だよね。うん、本当よ、うん。そう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 。だ急に流行ったりするから、あれがルーマニア語って知らなくて最初。うかあまりなんか知られてないと思うんだよ。だ,だからあえて自分はもう歌うんですよ。みんなに、あ、これルーマニアなんですよっていう、こう、何かしらの,そのルーマニアを知ってもらうために歌ってるんですよ。 それであれだよね。初めての人だったらね。うん、へーってなるもんね。一緒にいつも行ってる人たちだったらもう分かったよ、それって。ってでも、あの、なんか一人二人ぐらいは一応前に一緒に行って歌ったことあるとし,たとしても、その他の場で大体分かんないんだったら、そのみんなが。 俺が顔になるっていうか、あみんなの反応見たいよねみたいな顔になるから、それも一応またまたいけるけど、うん。カラオケ画面どうなってるのルーマニア語が出てくるのルーマニア語がで出てくる。で、その上になんかふりがなみたいなカタカ,カタカナが出るかな。うん、へえ<ー>。だからみんながそのルーマニア語も見えるから、 これ何言って。不思議だなってなるよね。これ英語じゃないよねみたいな。英語。みんなそのカタカナを読んでるだけでいつの間にか歌えてしまうという。そう。そう。そうですうよね。<laughs> それすごいね。うん。うん一体感が出ますね、ねじゃあ。そう。なんか、誰、全然誰もルーマネ語わかんないのに、もうカタカナで結び、 ついてねね便利ですよ、ね、<の>盛り上がるしそうでなんか楽しいし場所によって、まあ、機械によってかな、うん、の種類によってあの、うん、なんだその普通の日本語の曲のひらがなの振り仮名をローマ字にする機能もあったりしてそこだったら、うん なんかあの日本語分からなくても一応一緒に歌えるみたいなのも全然あったりだから<ー>その友達がなんかカナダからあの来た時もその日本人が日本語で歌ったりとかであの彼らも英語で歌ったりしてみんな,なんか同じような感じで歌えるっていうのもあるから結構一体感がすごい本当に、うん、そうだね楽しそうですねじゃあ 明日なのね。明日ですね。そう。なので。それは楽しみですね。うん、みんなでも元気ですね。水曜日にそれやるって結構すごいね。なんか人多かったから、なかなかみんな空いてる夜がないっていう。<laughs> ああ<ー>。だからそれしかなかったっていう。そう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 。はいはい、じゃあやるならここか、みたいな。その金曜日がいいんだけど、みたいな感じでやってますね。 あなんて、うん、まあ来週もちょっと報告させていただければなと思うんですがそこに会社の偉い人も来るの来ますねなのであの下手くそだったらもうもう不備かもしれないなっていう危機感もあるので結構偉い人なのまあ偉まあ割結構偉い方だと思うよあのなんか<ー>しし CEO の下ぐらいじゃない おう <laughs> かなり上じゃん。かなり上。<laughs> <や><ー>普通、まあまあのみ、みんなと仲良くしてる人なんで、そんなになんか、癒やす感があるっていうわけではないですけど。うそうだろうね。うんうん。いや、それはすごいですね。ねおなので。だって今、練習中でしょアレックさん、歌。そうだね。お4月ですよね、アレックスさん、コンサート。あ 5月になりましたよあ変わったのそう変わってあ5月の中旬ぐらいになりそうっていうまだか未確定なんですけど5月はもう決まってその中で,、うん、でどこどこやるかみたいなだから<ー>あだからあの4月に来る何あのコミュニティーの子は、うん、いると思うんですけどあの多分そこはもう間に合わないっていう間に合わないっていうか そう見ては合わないけどライブとは重ならないからなんですけどそうだねうんはい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 、はい、ですけどまあそこはそうだね5月に向けて頑張ってるんでの一環としてだいぶ覚えてきたの,あの覚えてきたタイミングでセットリストが変わったんでちょっとまた譲ろかな、えー、<laughs> 全部変わったの、あのー 3つの中の2つ一番知ってた2つが変わったんで <laughs> <ら>そこはでしかももっと高くなったんですよその新しい2つの曲がもっとその前撮られたやつに比べてもう断然に高い方なんでちょっとどうしようかな音が音程がそうそうそう,何,そう何歌うのじゃあその2つ えっとね、あのー、1個が、バウンディの、あの、怪獣,怪獣の花唄。はい。ま、高いんじゃないですか、あれは。はい。あれはちょっと、ちょっともう、もう、参ったなぁと思いながら。それと、えっと、リライト。あのー、 なんだっけアジアンカンフージェネレーションそそうそうのそう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 リライト高い、<ー>それも。そうだね。<う>っていうか、あれは息切れを起こしそうな感じ、ね、そうそう,そ,うそこがちょっと怖いなっていうのが,が。叫ぶしね、あの歌。叫ぶね、最後に。そ<う>長く歌った後に。<laughs> そう、あの。ね とどめを刺すんダーッダーッダーってこう最後にいくじゃないですか <laughs> そうだからちょっとあのうんもう練習するしかないんですけどで、まあ、なんかあ、うん、月末今月の 3, 3月の月末に初初めてこうバンドでみんなに練習するんですけどそれまでに頑張ろうってなってるけど、うん できなかったらちょっと工夫しようねとはちゃんと言っといたんで <laughs> 急にできないっていうボーカルもう一人いるんだよねあれもう一人いるねうんまか任せよそこは任せようじゃ任そうかなっていう、ね、全然あるあの一緒に一回あの二人でカラオケ行ったんですけど、うん、たまたま彼がその怪獣の噺の歌を歌って、うんうん、彼ももう少しでいけるんじゃないかなっていうぐらいだったんですけどうん辛そう まあ辛い、うい、ん。途中で途中であの演奏終止だったから、これはちょっとみたいな。一 <laughs> <も>曲残ったのは何 <laughs> 前のセットリストから残った曲。えーっと、やってみよう。あ、それは残ったのね。<う>オレンジレンジがなくなったのね。そうそうそう。オレンジレンジの、えっと、ロコモーションと、ははいえっと、サヨナラエレジーが。 はい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  LG はめっちゃもうあのほぼで,できたんですよもう少しで大体 <laughs> そんなもんだよもう少しでできたのにねあの大体<の>そんなもんですよなくなってうわーっと思いながらまあそうだね最近の歌になっちゃうと難しいですよねそう今の歌って人間が歌うように作られてないじゃないですかもうボカロとかもだ大,大体そうだしあとこう いろいろ多分ね、お世話も入ってるけど。YOASOBI な,なんて半分ボーカロイドじゃないですか。もう人間ボーカロイドはもう、うん、もうすごいよね。うん。<laughs> 無理でしょ、だって。うん、うん、そう。なんで、男性もそこの聖域にこうなんか、足してる人ばっかが流行ってるから、うん、もう。下手だったっけ白日、白日ってあったじゃないですか。ああ、えっと、キングニュー。 あそうそうそう。あれだってアレックスさん高すぎるでしょ。あれやばいよ。あれもう無理っしょ。あれは。あれ、男性がやるものじゃないぜって。まあ、ヒゲダンとかもそうだし、<laughs> バウンディもあ<ー>あの、バウンディの曲ものほとんどもそうだし。もう高音はね。そう。ついね,ね、ちょっといろいろ悩みがね、増えたんですけど。 もう時間も増えたからね。で時間も増えたその分も時間増えたから、ちょっとまあ、このままで頑張ろうかなっていう。ね,ね <laughs> どうせだったらね、セットレスとかやるんだったら一つ沼沼にしませんかみたいな。<laughs> なんか、あのやっぱ怪獣,怪獣の花と歌えないけど、これはいける。 演奏できますかみたいなできますかあゆみよりはどうですかっていう提案でもいいかそんな他のね、楽器の人たちが演奏できればいいだけですから。そうだね。曲難いはずだけど、そんなに凝ってないはず。まだまだ大丈夫なはずそうだね。そうですかじゃあまだまだ。 練習は続くわけですね。の。そうですね。そうですね。あのー、セットリスト変わらないといないね。また変わったらもう、もう、激横なんですよ、<laughs> うん、<laughs> なんだっっまあもう、うん。<laughs> まあまあまあ。<laughs> そうなりますよ、それは。うんうん、<laughs> よくある話ですか、ね、セットリストが変わるのって。まあ、時と場合によるんじゃないですかね。 の自分が前にやったときはよかったんですか私のときは変わんなかったですけど。あなるほどね。はい、ね。あれが、え、カバーじゃなくて、普通になんか作曲して。してたのもありますね。私はしてないよ。そ,その役、ね、その役割じゃないから。そ,う <laughs> その役割じゃないから。そうそうそう。私の役割はその作詞作曲ではないから。ああ<ー>。はい。 何役割だったんですか私の役割はドラムですね。おぉ<ー>。それが私の役割だったので。今,今はしないですかもうドラムそうですね。家にないですしね。ああ。たまになんかそういうこう、ドラムできるところに行,かい行ったりはしないですかああ、そういうこと<ー>行かないですね。おお。今行ったらなんか、普通に行けると思います。なんか。 もう、なんとなく、こう、もう、感覚は、ああ、それはできると思ああ、それはできると思います。あの、自転車に乗る感じです。ああ、やっぱそうか。それは忘れないんだよね。あなるほどね。その、泳いだりとか、そんな感じ。その、毎日自転車乗らないし、毎日泳がないけど、自転車乗ってって言われたらできるし、泳いでって言われたらできる。なるほどね。なるほどね。感覚はもう完全に。そうそう、なんかちょっと最初、たどたどただるぎこちない感じはあるかもしれないけど、 感覚を取りなるほどね。うん、普だもなんかな、ね、こうなんか音楽聴きながら自分の、うん、なんだ手でもちょっとドラムっぽいことをやったりするんですけ、うん、それはでもあれだよ普通の普通の人とかドラムやってない人と多分同じレベルだと。あそうなんだそこがなんか断トツにあこの人のフィンガードラムめっちゃうまいよねみたいなはないの聞いててあこれすごいなっていうのは。 でも打ち込みの場合もあるから、うんうん、実際に人間が叩いてないのもあるから、うんうん、まあ、打ち込みっぽいのを人間がやってたらすごいなって。打ち込みっぽい、うん。もう、それこそだから、ボーカロイドみたいなみたいな感じ。はい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 。<laughs> あなるほどね。そういうことね。 リズム取れるんだ。そんな。そんなわけないじゃん。か人間、人間を超えたんだねって。超越したか、存在だった。いうのがたまにあったりすると、すごいなって。へえ。そのツインペダルとかあるじゃないですか、ドラムって。うん、うん。私あれできないんですよ。あ、その別の。その足が別の。あれができない。ええ。 もともとあれをする曲をすること、あれを使う曲を演奏することはないから別にいいんですけど、できなくても。ああ、え、そう。あんまりないんですか。そういう曲。激しめの曲とかだと結構あるんじゃないかな。うん。あ、じゃあは、激しめはやってなかったってこと。そこまで激しいのはないかな。うんうん。あんまそれも練習してなかったっていうのもありますしね。 いいな、ドラム。そう、まあ、ね、なかなかね、できる場所も限られてますしね、家でやっても、ね、なかなか。そうだね、あうん、難しいじゃないですか。うん、うん、まあ、絶対になんか、クレームは来るんじゃないですか。<laughs> そう、そう、そう、な、来なかったとしても、逆に怖いじゃないですか。あ、まあ、絶対になんか。自分のこう、か暗殺が。<laughs> なんか、ふまん。られてる感じがあるよね。うそう。ずっと、なんか。そ、うん、う。それ 今の社会はね、ちょっとギスギスしてるからね。<laughs> そう、自分はなんか、あのたまに家で歌の練習とかするんですけど、何も、一回も何も、こう、カレーム、そう、何も苦情はないから、あの、聞こえてるのかすらわかんない。っていうのが、ちょっとこう、確かに、こう、不穏に感じるっていうか、あの、これ、なんか、聞き、 聞こえてるはずだけどね、聞こてないから、まあいいだけど、でも本当なのかみたいな、なんか変な複雑な気持ちになって。まさにそれです。なるほどね。だかられることを祈りながら。いつかいつか、いずれね、普通にこう、またできるようになったらいいなとも思いますけど。たまに思うけどね、それは。あ、そうなんだ。そういうこう、 よくっていうか、思い出したいな。急にさ、自転車乗りたいなとかさ、思うじゃないですか。ああ、同じ感覚なのか。あそれそれそれそはいはいはい。あまあ自分もなんか、ああ、久々にバスケしたいなとかも全然。あそれそれそれ。そろ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 しろそ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 うそろ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 そうそろそうそろそろそうそうそろ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 そ いいかもしれないです、ね、そのあれね、<laughs> ど下手だからね。<laughs> あ、逆にあの、合わせてって言われると合わせられないんだよね。あ,あ、自分流にはできるあそう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 そ流はいけるんだね。だって <laughs> あれそってくるじゃないですか何かがうそるとなんかうそ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 うをうそ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 んそうなうそ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 う だからギターヒーローとか、あのうん、ダンスダンスレボリューションとか。あ,あ,るあるね、あるね。できない、できない。あ、そうなんだ。それだったら、なんか、ポップミュージックとか、うん、その音に合わせて、こう、ポン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 ってやる方がいい。うん、へえなるほどね。それも、スイのミュージシャンってことじゃないもう。<laughs> いや、喫水のミュージシャンは多分普通にできるよ <laughs>。普通にできるよ。そんなわけ。 なのでね、まあ、楽器にしても音楽にしてもいいですよ。うん、いいですよ。なるべく何かやった方がいいと思いますけどね。うんまあ、そうだね。なんか、うん、まあ音楽って一番なんかどんなに年取ってもまだね、うん、あのなんだろう時代によってこういう変わったりするけどそれ結構共通してるところ多いから。うん そうだね,うね。もうあれだけね、うん、あれだけの種類の楽器があるわけですから、絶対何か合う楽器はあるはず。うん、あるね。私もギターもやって、ダメで、ベースもやって、ダメで。でもダメ、合わなかった。なんかあああ逆に合うっていう感覚はあ、これだっていう直感で感じたってことそうですね。 そうですね。いろんな楽器を触ってみて、あ、これ楽しいっていうのが一番かな。うん、別にギターとベースがね、つまらなかったわけじゃないんだけど、うん、なんか刺さらなかった。思ったように、そう、思ったようにこう弾けなくて、うん、なんか弦楽器は違うのかなって思う、ね。<No. S 2> で、弦が違うんだ。打楽,打楽器にして、で、管楽器ですよね。キーボードとかもできるんで、そっちはいいです。はいはいはい そっちはいいんですよね。あの、ああいうね、ギター系がちょっと苦手なんだなっていうのがわかった。へえギターがダメなんだけど、一番なんか、痛いんですよ、指が。ああ、まあ、それあるね。確かにさい、最初は一番こう、もう、叩き込まないといけない、ね。かなり初歩的な話なん,んですけど、うん、痛いんだよね。痛いんだよね。え、<う>でもだ、打楽器って結構小、シ それも痛いよ。痛い,痛いよ痛。手首とか痛くなったりしますし。うん、それはいいんだよね。なんか指先が痛いのがダメだったのかな。なるほどね。どねどね都合のいいこと言ってるだけです。よ後付けで。それっぽいこと言ってるだけです。自分もなんかその手先が痛いのはあんまり好きじゃな,、うん、なかったから、自分も。でしょ なんんかあるんですよで喉が痛い,いのが全然いいんだよっていう。その直感、うん、その直感が大事です。<laughs> ただね、音楽はいいと思う。まあ、ストレス発散になりますからね。いろいろ溜め込んでてもあれですから。そうだね。そう、まさにね、と音楽でもして。すごい時間が変わるとう。い,ね、いや、あるでめっちゃそう、悪い日やったらクラオケ行って、もう、すごい発散になるから。 あの持ってる以上の解放感になってるから、そのあと。そう、で、それを、ね、一人じゃなくて、みんなと、まあ、カラオケにしてもそうですけど、ライブにしてもそうですけど、うんうん、ね、自分以外の人と楽しめたら、うん、それはそれで、また違う楽しみ方もできますし、そう,ね、そうですよ。準備がそんなにいらないですからね、うんうん、歌うだけだったらそうだ、ね。野球とかサッカーとかバスケットボールだって、準備しなきゃいけないじゃないですか。 そうだね。うん、持ってくるものはあんまりもうゼロじゃん。大体。歌って。うんそう。もう持ち合わせてるからさ。<laughs> 楽器自体が。ね、そうだね、うん。で、そうだね。まあなんかよく言われるのが、あのー、あのー、なんだ。こう、どんなに今年をとっても、声ぐらいはあんまりこう、まあちょっと変わったりするんだけど、 その息のやり方とか、そ,れなんかそういうのま変わったりはしないから、まあ、こう結構不変に近いっていうか。声量は落ちるけどね。あんまり、あ、そりゃそうか。声が出なくなってくる。あ<ー>であの声の範囲もちょっと狭まってくる。狭まる高い声が出なくなったりとか。うんえー、ときつい。逆になんかあの、なんだろうね。 低音はもう少しいけるようになるとかあるんですかねどうなんまあ、なんだろうね、加齢とともに音は低くなるとは思いますけどね、うんうん、高い声は出にくくなるはずなんですけど、うんうん、その他の歌手とかね、グループとか見ててもそうですけど、うん、でも本当にその、えー、うまく訓練されてる人、その70年代とか、うん 60年代とかの人たち今でもテレビに出たりしますけど、ね、衰えない人は全く衰えないですから。うん、そそこを見てねう、うん。それはだから本当にもう本人の努力だと思いますよ。才能もあるかもしれないけど。うん。歌、うん、い続けてるからできることかな。それあるん。まあそういう,こう筋肉っていう,、まあ、そういう感覚もそうですけど。たぶ、うん多分そう、多分そう。うそれもあると思う。

本当聞いてみて、はいはい、いろんな人がいますから、うん、YouTube にもね、昔の音楽番組とかたくさんあるので、うん、よかったら、ぜひ見てください。まあいいねうん、それと、それと、猫ミームをこれから見ようかなと。そうだね。もしかしたら新しいセットリストにそこら辺入ってくるかもしれないから。ああ、そうです何でもありますね。予習です。予習です。はい。はいはい、<laughs> 見ておきますね。はい